新型、ベゼル、ガソリンハイブリッドそれぞれどんな感じホンダは2024年4月26日に改良モデルのベゼルを発売しました内外装の変更のみならず新タイプの設定やパワートレインのアップデートが施されています早速編集部 N が試乗しハイブリッドモデルとガソリンモデルを乗り比べてみました 現行型ベゼルは2021年4月に発売。初代で人気を博した流麗なデザインをさらに際立たせ、イメージチェンジするとともに、2モーターハイブリッド E HEV を搭載して走行性能の向上を図りました。今回の改良は登場から3年を迎えたことで、 フロントフェイスやテールをメインとするデザイン変更に加え EHEV モデルのパワートレイン制御の変更やラインナップの整理が実施されていますラインナップは1 5リッター4 w d ガソリンモデルの GEHEV 搭載モデルの EHEVX 同ハントパッケージ EHEVZ 銅 プレイパッケージを設定 EHEV モデルの駆動方式は全車で FF とリアルタイム AWD4WD を選択できます。まず EHEV モデルに追加された Z プレイパッケージの FF モデルを試乗してみます。改良では EHEV モデルでは EV モード。 エンジン走行モードそれぞれで制御の見直しが図られています。ハイブリッドシステムやバッテリー自体を変更したり、容量アップといったハード面での変更は施されていませんが、従来はバッテリーの使用容量にある程度のマージンを持たせ、食べ残しで走行していたのに対し、改良で使用範囲を拡大したことで、 実質的にほぼ完食できるような制御になっています。これにより、頻回なバッテリー充電を避けることができ、エンジンの始動停止回数が少なくなったことで、騒音やフィーリングが向上しました。ハイブリッド車は、市街地のような低速では EV モードで走行することが多いですが、 この時にエンジンが始動するとやはり激尺感が生じてしまうため乗り心地やエンジンノイズなどに影響を及ぼします改良モデルでは煩わしいエンジン始動停止が減ったことでスムーズに運転することができストレスのない滑らかで静かな走行が可能となりました開発担当者によると登場当初 実際のバッテリーの耐久性や使用状況といったデータが少なかったベゼル E HEV が多くのユーザーに広く親しまれ様々なデータが取れるようになったことが今回の改良につながったといいますまた同時に加速時のレスポンスもセッティング変更により向上 E HEV モデルに備わるドライブモードセレクトを スポートにすると、鋭い加速を味わうことができ、透明高速の追い越し車線でももたつくことなく、スムーズな加速ができました。そして、静粛性の向上も今回の改良のトピックの一つです。ボンネット裏のインシュレーター、防音材は、エンジンとの隙間が減った肉厚タイプへと変更され、 ダッシュボード周辺やフロアカーペット、さらには天井内張りも2倍の厚みを持ったインシュレーターを採用。開発担当者の話では、インシュレーターの重みで内張りが浮かないようしなければならないため、生産チームに怒られながらやりました、と説明しています。試乗車のタイヤはコンフォート系タイヤを装着しており、 静粛性については通常のタイヤよりも有利な面もありますが、それ以上に車音を高めた効果は大きいようで、郊外の荒れた路面や透明で周囲の流れと同じレベルで走行していると、コンパクトカーのレベルを超えた静粛性だと感じます。特に改良前のベゼルに乗っている人であれば、この違いは大きく映ることでしょう。 戦出のようにパワフルな制御になった e HEV モデルとの組み合わせも良く、またアクセントカラーがブルーに変更され、落ち着きを増したプレイパッケージの内装も相まって、上級モデルに乗っているような上質なドライブを楽しむことができます。また e HEV モデルの FF 車のみ、 電動パワーステアリングのソフト変更とダンパーの減衰力を変更し、安定感と乗り心地を向上。単純比較は難しい部分ですが、郊外のワインディング路を法定速度内で楽しむレベルでも、ステアリングは自然で安定していることがわかり、うねりを伴った路面や凹凸のある箇所でも、 特にリア周りの動きがとても快適で、ヘッドレストが大型化されたことも相まって、後席でも安心して過ごせました。実は、アンダー300万円のサイレンカモデルも魅力。では続いて G はどのような車なのでしょうか。唯一のガソリンモデルである G は、ベゼルの中でも、サイレンカのポジションを担っていますが、 改良によって FF モデルが消滅。4WD のみとなっています。開発担当者によると、ホンダのラインナップでは、新たにエントリークラスの WRV が追加されこちらが FF のみとなっていることから、手軽なモデルは WRV に任せ、求めやすい 4WD 車の立場を G が担うことになったといいます。 早速乗ってみると、常にエンジンが始動しているとはいえ、車内はかなり静かな印象です。E-HEV と比較すると、加速時などはそれなりにエンジン音も車内に入り、やや非力に感じるとはいえ、追い越しなどでも必要十分な加速が得られます。また E-HEV の 4WD よりも車重は 100kg 以上軽いため、 ワインディングでは身のこなしが俊敏で、キビキビと走るためにはあえてこちらを選択するのも良さそうです。リアは若干跳ねるような動きもありますが、4WD の制御が進化したこともあり、動きが破綻しそうな雰囲気はあまり感じられず安心感は高いと感じます。さらに、いい。 HEV では減速セレクターが装備されるのに対し、G ではパドルシフトが備わるため、よりスポーティーなシフトダウンアップが可能。エンジンをフルに使い切りながら走行できるという楽しみもできます。そして G の最大の魅力は価格です。4WD でありながらも2648,800円、消費税込みに設定され、 WR、V の最上級グレードに少しプラスするだけで、4WD と上級モデルらしい質感を手にすることができます。渋滞アシストや車線逸脱防止支援などのホンダセンシングはもちろんのこと、ブレーキホールドや全席シートヒーター、本革ステアリングなども標準装備されています。 e h e v の上級モデルと比較すると、ややインテリアの雰囲気などはシンプルですが、必要にして十分なものは備わっているため、値段以上の解読感があると言えます。改良でラインナップが拡張されたことによって、ユーザーのセンスに応じたコーディネートを選ぶことが可能になり、より親しみやすいモデルへと変化しました。 新型ベゼルの価格は2648,800円から3776,300円です。